里崎チャンネル。ちょ。こんにちは。さあラスト。最終回。はい。来ましたね。うん。全12回。はい。というところでなんと、はい、明日がドラフトでございます。はい。ね、えちゃんと計算して作られてますね。あ、作られてます、はい、早めにね、総チェックをやめて、はい、こっちにシフトチェンジっていうね、はい、だからこれやるから総チェックそもそもできないんですけどね。そうですね、はい、さあということで、はい、今日ジャイアンツ、まあ、去年のねドラフト通信簿から、うん、ピッチャー3人、キャッチャー1人、内野1人、外野1人と、うん、原監督、将来性もすごくあると、うん、バランスのいいドラフトができたと、はい、3位に菊田は、岡本和真に勝るとも劣らない迫力がある選手と、ドラフト評価としては95点ぐらいじゃないでしょうかというところで、はい、ドラフト1位はですね、奥川投手行って外して、はい、宮川投手行って外して、うん、堀田投手青森山田から、はい、行きましたけども出場なしというところで、はい、あの手術っていう、あ、手術なんですか、トミー・ジョンかな、うん、だったと思います、ね、なるほど、はい、っていうところで、うん、あのどうしたんやっていうね、うん、この情報がどこまでかっていうところですね。まあ高卒なんでね、まあ そ, のまあまあ、そこから直してね、はい、どこまでできるかってね、うん、いうところですけども、はい、で2位が、はい、太田龍、黎明高校から JR 東日本、はい、で、2軍で39試合、あ、2軍で14試合、はい、3勝5敗 4.48、うん、だまあローテーションは守りながら投げてる感じですね。社会人出身ですね。あ、社会人、はい、でも、はい、あの高卒社会人なんで、あ、そうかそうか、今年まだ21歳なんですよ。はい、若い、はい、だからまあここからね、うん、どういう感じになっていくかっていうところと、はい、3位が菊田寛和選手、うん、岡本選手の後釜になるとなるっていうね、はい、ところですけども、39試合27安打1本塁打10打点2割、うん、まあ、あのプロの壁にね阻まれ、はい、まあの巨人のドラフト一人以外全員高卒なんで。そうなんですよ、はい、若いんですよ基本的にね、はい、だからまあ即戦力っていうよりも、まあ、将来性を見越したね、うん、はい、選手のっていうところになってますけども、超未来に向けたドラフトですよ ね、 そうですね。4位が、はい、井上春人選手、はい、前橋商業から、うん、投手というところで7試合1敗8点、うん、で5位捕手山瀬選手、はい、新之助っていうね、お、34試合12安打2本塁打5打点2盗塁1割6分これ あれですかね、やっぱお父さんが阿部選手好きで新之助にしたとかなんですか、ね、まあ可能性は高いですね、あるんですよね、うん、同じ字 で、うん、で6位伊藤海津選手、はい、坂田南から、うん、34試合2割3分5厘で育成で平間選手加藤選手というところで、はい、まあこんな感じになってますけども、うん、まあだって、え、太田選手以外全員高卒ですもんね。そうです。でしかも太田選手も今年21歳なんで、はい、まだ大学卒業生よりは若いっていうところで、はい、だからまあもう未来に向けですね。そうですね、めちゃくちゃ若いですみんな、はい、だから評価はね、うん、もう B です。はい、いいとか悪いとかじゃなくて、うん、未来です。はい、判断もしようがないですよねなかなか、はい、でもね、いきなり手術っていうところはね、うん、ちょっとあれですけど、はい、だからもう B マイナスですね。1位がそうなっちゃったってところで、ああ、そうそう、はい、うん、B マイナスっていうところで、はい、まあ、ジャイアンツはね、ここ最近のドラフト1位がね、うん、全体的にその前びっくりするような成績をね、なかなか、その前は高橋優希選手、あ、昨日ね、勝ち投手になって、はい、いいピッチングしましたけど、ちょっとね、ローテーションなかなか入ってこれないっていうところと、はい、で、2017年が桑原選手、はい、で16年吉川選手、今年ね、やっと定位置確保かっていう、ね、ところですけども、うんうん、で15年が桜井、はい、で14年岡本和真、うん、で13年が小林、で12年が菅野っていうところでね、はい、ちょっとここ数年のドラフト1位がちょっとね、うん、どこから出てくるのかっていうところはありますけども、うん、まあ B マイナスですね、はい、まあ、ちょっと今年どうのこうのとかじゃないですね、この高校生ドラフトっていうのはね、うんうん、だからまあ、数年後ね、はい、5年後ぐらいしたらどうなるかもしれません、はい、そうですね、この年がどうだったのかって見たら面白いかもしれないです、はい、というところで、はい、じゃあ今年、はい、今年だというところで巨人得点459、うん、1、はい、失点336、1、うん、ホームラン117、1、はい、盗塁63、2、打率2割6分3位、防御率3.30、1位、エラー33個、1位というところで、ほぼ1位です。いいですね。だってもう独走だもん。
はい、ぶっちぎりですもんね、うん、この中でどうするよ、うん、ドラフトっていうね。ですね。でも僕ジャイアンツも知ってるんですよ。はい、ドラフト1誰行くか。あ、そうなんですか。読売、はい、第1回選択希望選手佐藤輝明、近畿大学。おお、野手行きますか。まあ、公言してるんでね、知ってるっていうか、はい、全員知ってますよね。あ、そんな公言してましたっけ。もうメディアで多分一番最初出たんですか、12球団で一番最初に出たかもわかんないです。はい、はあ、行くっていう。うーん、だからまあね、まあ、外野手は守れるんで、あの外野が亀井陽と、はい、ちょっと高年齢化してきてるっていうところと、そのやっぱそのパワー系、はい、そのホームランも打てて長打力があるっていうその若い選手の外野手がいないんですよね、はい。まあ、あの重信選手とか、うん、まあ、立岡選手も、うん、あのそうですし、全体的にジャイアンツの外野がそういうちょっとパワー系じゃなくてスピード系の選手が多いっていうところもあるんですよね、はい。だから野手でいうと外野、はい、あとそうですね、まあ、まあ丸がセンターですけどね、はい、あと石川選手、若林もそうだし、はい、で内野手とかでもね、田中俊太とか、あのそうですね、で松原ね、外野手、はい、っていうところも、どっちかっていうとあのそうスピード系だから、あの沢村とのトレードで勝木取ったっていうところは、勝木がパワー系だから、はい、そういった選手を取ったっていうところもあるんですけど、やっぱそのパワー系が少ないんで、はい、外野手のパワー系はやっぱ世代交代の意味を込めて、うん、やっぱ取った方がいいと思うんですよね、はい。だそこでその佐藤君が欲しいっていうね、はい。まあ、サードはもう岡本なんで、うん、もう2代目若大将なんで、はい、あの外野かなっていうね。だからライトとかで行くんじゃないですか、うん、なるほど。だから高橋由伸さんみたいに、はい、なってくれればっていう。1位絶対まあ9時になりそうじゃないですか、はあ、佐藤君も、はあ、でもそうしたらもし外してもやっぱパワー系行くんですかね。まあ行った方がいいですね、うん。だからひょっとしたらね、はい、来たとか、はい、何回か何回かできますよ。もうね、あのそこまでね覚えてないけど、はい、1回覚えたらね、はい、何回も使って言うですもう佐藤君引くしかないね。そうですね、まあ、それがなかったらもう来た君かな、はい、行こうかな。でも高卒だから、まあ、でもまあ、まあ、もうちょっと我慢できると思うのね、うんうん、まだあの陽も亀井も、はい、まだいけると思うので、来年再来年ぐらい、うん、かけて1位その佐藤君が外したら北君っていうのも十分可能性あるんですけど、はい、ジャイアンツ、はい、あとやっぱ先発も欲しいんですよ。そうですよね。やっぱり菅野、うん、やっぱり1人、うん、でまあ戸郷がね、はい、今年まあ徐々に出てきたっていうところはありますけども、うん、であとまあ外国人のメルセデスとかもね、まあ、怪我するっていうところもあって、はい、で桜井が投げてね、一発病みたいな感じで原さんに言われてたりとか、うん、先発感もやっぱり欲しいんですよ。うん、中継ぎはなんとかね、この形が、高梨トレードとかも含めて、形が出来上がってきてるんで、はい、いい活躍してるもんな、高梨投手。やっぱ先発がね、まあ、今村も8試合 3.99、はい、3点、で畑ね、はい、最近だと。で、サンチェスがまあなんとか踏ん張ってね、はい、2.92、7勝3敗と、うんうん。で、高橋が昨日いいピッチングやっとして、はい、で田口がね、まあ、4.5 はちょっと防御率悪いと、うん、やっぱ先発も欲しいですね。先発、うん、じゃあいい人教えましょうか。いるんですか。いますよ。僕でも佐藤君外した場合誰か知ってるんですよ。え、知ってるんですか。はい、じゃあちょっとそっちから教えてくださいよ。いいですか。はい、もう私の情報はもうこれもう完全に私のコネなんで。コネあるんですか。コネあるんですか。いやいや、逆にすごいですね。いや、じゃあ間違えた、あの私のひいきです。はい、佐藤君外した場合、はい、読売第1回選択希望選手中森俊輔、おー、明石商業第2回選択希望選手北、明石商業、うん、両方取ります。なるほど、明石商業が両方取ると。両方取ります。おー、外した場合、でも中森君も完全に1位で行くっていう球団あるかもしれないですよ。一本釣りね、はい、まあ、あるかもしれないですけど、うん、もし残ってたら佐藤君もし外れたら中森来ます。あ、なるほど。で、あのウェバーで、はい、残ってたら北君を2位で、うん、だから明石明石で巨人が行きます、はい、なるほど、はい、私のですね、はい、完全にもうひいきなんですけど、はい、めっちゃいい選手います、はい、福島レッドホープス鈴木俊介投手。独立リーグ。独立リーグ。それはこれ乗ってないな、絶対乗ってないんでしたっけ、うん、独立リーグ乗ってないもん。あ、そっか、うん、あの成功から青学に行きまして、うんうん、で青学を中退して、うん、福島レッドホープスに行きました、うん、いいの。あのですね、もう幼い頃から超英才教育を受けてきた投手なんですよ、うん、で、あのもう小さい頃から高橋義彦さんに教わってたりとか、うんうんうん、デーブさんの塾に行ったりとか、うん、もうそういう
お父さんも熱心な方で、うん、もうそういう感じで、うん、もう超プロに行きたいってもうずっと言い続けてる子なんで、言うのはない自由だからね。いやもう、もうプロに行きたいですと。いいの多分あ、でも独立リーグナンバーワンっていう、まあ、感じらしいですよ。あ、じゃああるんじゃない。はい、4位以下ぐらいでなんか、まあ、上位じゃないかもしれないですけど、うん、でひょっとしたら育成とかね、はい、とかでも、うん、可能性はじゃああるんじゃない。じゃ、はい、そこちょっと注目したいね。ぜひぜひ、うん、でももう言い残したことないですか。今日最終回ですから。あ、そうですね。言い残したこと、言い残したこと、高橋さんに伝わると言い残したことないですか。私の推しはあのまだいるんですか。大体もう全部発表はしたかな。まあ、あと、まあ私のメモでは横浜高校の松本投手っていうのは高校ナンバーワン左腕って言われてるんで。いいんですか。まだ多分この動画では名前出てないと思うんで。そうですね、はい、もうそういうのは高松さん言っといた方が、もしそれで入ってよかったら、はい、高松さん見る目あるってなるから。そうですね、言っといた方がいいですよ。皆さん、私が言った人全部チェックしておいてくださいね。言っと、本当言っといた方がいい。いろんな動画で散りばめてるんで、うん、全部見てください。じゃあ、まあ高松さん多分知らないかも分かんないですけど、はい、結構いいピッチャーいるんですよ。お、はい、まあ、多分ドラフトかかるんちゃうかっていう、はい、3巡目ぐらいで、4巡目ぐらいまでには、はい、ひょっとしたら2巡目とかでもかかる可能性ある、はい、ピッチャー、はい、投手藤井聖、はい、エネオス。へー、知ってます。知らないです。知らないですか。静岡県なんですけどね。あ、嘘、チェックしてなかった、うん、どこですか。静岡、富士市立高校。へー、あ、そうですか。東洋大、はい、エネオス、最速150キロ、左腕、うん、へー。エネオスがね、やっぱ低迷してて、うん、で今年慶応からあの OB の大久保さん監督になって、はい、で久しぶりに都市対抗出るんですよ、うん、いつもあの東芝と三菱パワーなんとかシステムズに負けて出れなくて、はい、でも今年久しぶりに都市対抗出る、はい、でそれの頑張ってる左です。そうですか。静岡出身なんで、はい、今年静岡結構候補いますね。嬉しいな。県でくくったら結構いるよ。いますね、うん、あ、清水工業の高橋楽投手。いいんですか。まあ、静岡県ってくくりで住めるんですよ、秘密駅。あ、そうなんですか。うん、パナソニックのヨザっていう、はい、ちょっとサイドスロー気味のピッチャーいるんですけど、はい、あの西武のヨザのお兄ちゃんなんですよ、はい、お兄ちゃんなんですか。26歳なんでちょっと年齢が高いっていうのもあるんですけど、はい、うん、まあ、来年外国人をもしアメリカが取ってこれないとしたら、はい、即戦力で補わなきゃいけないっていうことを考えたら、はい、今年都市対抗予選でもバリバリ結果残して、はい、第2代表で近畿の都市対抗出るんですけど、はい、めっちゃいいですか。へぇ、俺は取った方がいいと思う。あ、もう見て、うん、佐藤さんがめっちゃいい、見ていいって言うんだったらもう間違いないですね。でもワンチャンで行って、もうダメだったらダメで仕方ないですけど、もうすぐ使えるかどうかの、はい、もう26歳なんで、一か八かというか、すぐ使えたら。だから西武とかいいんじゃない。ヨザヨザで。そうですね、兄弟で、なんかもう順番で。そうだから、そういったところも、はい、まあ、おすすめポイントです。だから巨人はね、うん、だから1位佐藤、はい、2位に残ってたら中森、はい、で1位外したら中森、北でワン・ツー明石商業、はい、っていうところだと思いますけど、その後にまあちょっと鈴木俊介投手、ね、うん、福島レッドホップスもちょっと考えていただいて、そうですね、はい、あと与座選手もパナソニック考えてもらってですね、はい、これはまあ全12球なんですけど、はい、あとはもう何、うん、て言っても、はい、もう20時間後ぐらいに、うん、そうですね、ドラフト始まりますから、はい、私たちがこう名前挙げた選手がね、うん、どれだけ呼ばれるかっていう、そうですね、はい、あと予想を当たるのかっていうところをね、はい、注目して明日のドラフトを待ちましょう。はい。